ヨセさんこんにちは。はい、ありがとう。はい、ありがとうね。タクちゃん、うんこおじいちゃん笑うってね。ケイケイだと、相原さん元気。なんか管つるってるよ、まだ。今ご飯くれた。そうめん。私さ、これからご飯なん。まだね、起きてさ、レンジ汚いから、レンジの掃除したり、今このパン食べてさ、牛乳飲んででしょ。あとはさ、慎吾が今朝買ってきてくれたアメリカンドッグ、これ食べる。食べるね。あと牛乳飲むね。ありがとうね。関乳ちゃん、また牛乳大丈夫かーいって。乳ちゃん、これさ、牛乳ってさ、パックさ、開けるとさ、ね、これ16日、まだ大丈夫なんだけどさ、今度ね、生協で持ってきたレモンティー飲まないと。レモンティーもね、16日。ありがとう。で、無糖、何?微糖のコーヒーは7月7日まで持つ。ありがとう、にゅうちゃん、ありがとう。坂の上の大根さん、相原さん大丈夫って。私の杖ついて、うんちしちった。私の杖貸してあげた。これを。これをね、それでさ、おしっこ自分で開けたみたい、トイレに。ほいで今ね、そうめんがあったから、そうめん持ってってあげた。なんか食わないとね、あれだからね。ほいで今日ね、電子レンジ汚れてたから、電子レンジだけきれいにした。そう。ね、チコちゃん、ナイスしませんでした。笑うって。そうなん?しません。しませんでした。笑うって、そう。これからしてくれるの?チコちゃん、ありがとう。いつもありがとう。坂上の大根さん、相原さんは、老人施設に入れないといけないかもねって。本人ね、足痛いってね、公約貼ってるんだよ。私がもらったやつね。先生から。そうしたらね、今少し経てば歩けるって言うんだよ、本人は。治るんが分かるってよ。歩けるってよ。そうしたらね、もう懲りたから、お酒は一切飲まないって。もう酒を懲りたから、飲まないって本人言ってる。本当に。酒禁止やなって。全然飲んでない。飲んでない。車まんじゅうさん、いつもありがとう。ご苦労様です。あら、消えてごめん。タクちゃん、また絶対飲むよ。笑う。本当?マミちゃん、ヨセさん、こんにちは。ニューちゃん、また飲むよ。そうかい。本人飲まねえって言ってるよ。こんな懲りたんはねえって言ってるよ。今全然飲んでねえし、水飲んでる。毎日水飲んでる。そう。開けたい、ヨセさん。こんにちは。暑いねって、暑いね、開けたね。今ね、涼しい風がちょっと入ってきた。風があればね、クリマンジョさん、飲む飲む、絶対飲むって、ほんと?懲りたから飲まねえって本人は言ってる。今はね、前もそうだったじゃーんって。そりゃそうだね。どっかで隠れて飲むだろうね。ヨシエさん、坂の上の大根さん、ヨシエの方が年齢上なのに、年齢下の相原の介護。そうだよね、私ね、私ちゃんと町でね、支援っていうあれをもらって、それで行ってるんでしょ、デイサービス。その人がさ、丈夫な酔っ払いを面倒見るっておかしいよね。おかしいよね。誰が考えたって。あちこちゃん、慎吾さんいるのって。いるよ。部屋にいる。にゅうちゃん、前も、もう懲りたから飲まないって言ってたんじゃん。言ったっけ
ゆうちゃん本当、うん、そっか、私それ忘れちゃったな。そっか、うん、チコちゃん笑い声したね。シンゴ、シンゴだよ、うん、にゅうちゃん、シンゴ配信してるの声聞こえる。してない。あ、誰かとね電話してる、うん、誰かね電話してる、うん、相原シンゴうるせえってね、うん、ね、うん、クリマンジュさん定期ありがとう、ありがとうね、皆さんね、押したら10分はいてね、ナイスが消されちゃいます、泣くってね、ありがとうクリマンジュさん、食べるね、ありがとう、うん、クリマンジュさん、おじいはどうですかって、うん、クリマンジュさんね、昨日ね、私が、うん、あれだよ、なんていうの、私のこの杖貸したトイレ行くっていうから、うん、これ貸してやってね、自分でねおちっこ開けてきたみたい、うん、自分で開け方知ってるんじゃない、おちっこ開けてきたよ、この子杖捕まって、ほんでうんちも出るみたい、あ、ほらご飯くれてるから私が、でうんちしておしっこ開けてきた、うん、ほんでね今ね私ね、ほらご飯取り来れねえから、はいはいじゃないと、だから私そうめん買った、そうめんがあるからさ、そうめん置いてきた、あとお水、うん、ペットボトルにお水入れて、うん、冷やしとくのよ、そのお水やった、うん、ほんでまあ普通に口きくしご飯は食べてるし、でも朝ごはん食べないよ、私も寝てるから今そうめん食べてる、うん、あとお水をねやってる、うん、で持ってった、うん、おちっこ捨てたんだ、うん、自分で捨てたみたい、つるってって、うん、よかった、ご飯もご苦労さん、そう私さ運べないからさ2回分大変じゃない、ペットボトルこのでかいエプロンのポケットに入れて、うん、冷えたお水を、うん、ほんで片方にそうめん持って届けた、うん、そう、ゆうちょうさん訪問介護を受けてないの、うん、急にあれになったから、あいつ急にあんなった、3日前だっけ、お風呂行ってきたんだよ、お風呂行って2日経ってああなったんだよ、ほんでね覚えてないんだって、足が痛いんだって、かかとのとこが、でどっかにぶっついたんって言ったら、わかんねえ覚えてねえって言うんだよ、だから酔っ払ってたんじゃないね、だってねあれみたいよ、片方の足が痛いみたい、うん、ほんで貼り薬私もらったのね、今一袋置いてきたんだけど、うん、で自分じゃねあと2日ぐらい経ちゃ治るって言ってんだけど、そんなに早く治るもんじゃねえよこういうの、そうだね、ほなみちゃんケアマネさんにご主人のことも相談しよう、介護認定受けよう、うん、ずっと歯だったらね、うん、片方なんだ、腫れてわーない、私見ない、全然クリマンジュさん見ない、うん、片方見てよ、うん、ほんでどうしてそこだけ痛えのっつったらね、うん、覚えてねえんだって、酔っ払っててどっかでぶったんだんべって本人は言うんだよね、ゆうちょうさん近い将来のことだと思うから訪問介護を受けた方がいいと思う、そうなん、たらこちゃんずっとカテーテル痛いですって、そうなん、なんかね抜き具って本人言ってたよ、ほいでね救急車で行った病院は皆野病院なんだよ、ほんで皆野病院行ったらねお休みだったの見て、うん、だからね今度は秩父のね私立病院っていうところに行ったんだって、うん、そしたらね私立病院でほらやったんじゃないから分かんないみたい、うん、
だから自分で運ばれたとこへ行けば取れたんかもしれないけどね、違う病院行ったからさ。そう、ほいでタクシーで行ったんだって。1700じゃね、1万7000ぐらい取られたみたいね、ほん言ってたよ、ね。だからさ、それをした病院が休みだったみたい。ほいでもっと送りに行ったの、そしたらね、あの、わかんないって、だから運ばれた病院がやってればどうにかなったんじゃない、そうだと思うよ、コケゾウさん、あアジサイカットするって言っても覚えていないかもね。そうかもね。ペイショウさん、ホナミちゃん、席入ってませんってね。あ、ホナミちゃん、使える福祉サービスはふんだん利用した方が良いと思うよって。今厳しいから。そうなん、ありがとう、ありがとうね、そのために介護保険かけてるんだもんね。そうだよね、私も年金から介護保険引かれてるよ。あと後期高齢者っていうの、75になるとね、後期高齢者っていうの払うの。そうだよ、1割負担になるから医者がね。75前は2割負担。そうだよね、そうなん。まったくね、そうだよね。ほなみちゃん、骨折とかしてない、大丈夫かなって。わかんないね、その辺がわかんないんだよ、ほなみちゃん。本人はあんまり口聞かねえよ、静かだよ、飲んでなきゃ口聞かねえから。いちいち聞くとね、大丈夫だよ、俺は自分のこと考えてるからそう言うだけ。たらこちゃん、よしえさん、優しい、ありがとう。小柳ルミ子さん、え、相原寝たっきりなのって。ほとんど寝てるね。それでご飯食べるときは張ってテーブルまで来る。私ができたもの作れないから、そうめんが入ってたから、そうめん持ってって、あとお水をね持ってってあげた、冷たいお水を空のペットボトルにね冷やしとくの、お水を。それでね、お座りはできる、お座り、ただ立って歩くことができないね、だからつまらなければテレビ見てる、テレビ見て、あとは横になったり、そうだよね、食べたもんは持ってこれねえから、私が後で下げてテーブル拭く、そんな状態よ、ルミ子さん、ありがとう、ありがとう。相原、医者行ったのって。ルミ子さんね、自分でね、おちっこが出なくて、痛えってね、救急車呼んでくれって言って夜行ったんだよ、救急車で。そう、そうしたらさ、カテーテルっていうのを、あの管とおしっこのこれ、帰ってきたんだよ、つけて、行った。これから一日経ってまた行ったみたい。そうしたらね、運ばれた病院が休みだったんだって。だからね、違う病院もう一軒行った。そしたらそこは分かんないって、自分の家でやったんじゃないから。だからね、自分でおしっこ昨日夕べ捨ててたよ、溜まったの、トイレに。ほんでうんちが出るって言うんで、私の杖貸してあげた、これをね、これつきながらやってたよ。よっぴーちゃん、こんにちは、ナイスポチに来ました、ありがとう、風船ありがとう、ありがとうね、暑いから気をつけてね、よっぴーちゃん。小柳ルミ子さん、前立肥大とかなって年取るとあるんだよね、それがね。うちの父親がそうだった、ルミ子さん、うちの父親ね、前立肥大でね、手術した、入院して、ほいでね、
うちの母親がさ、前立癌と間違えたんじゃない、癌と肥大じゃ違うからね、癌だと大変だけど、うちの母親が心配して、こうしたら年を取るとね、前立肥大って結構なる人いるんだってね、男の人でね、おちっこが出なくなってね、うちの父親治ったよ、手術して、そう、まだ前立肥大はいいけど前立癌だったら困るよね、肥大って結構いるみたいよ、うちの父親がそうだったから、でも入院して手術した、そう、おちっこ出なかったんだって、うちの父親もね、そう、うちの父親は腰が痛くてね、それが原因で亡くなったんだけどね、あと入院しててさ、あのね、うちへ帰りたかったみたい、必死で、ほんでベッドから飛び降りたんだって、パジャマ脱いで、そしたらね、頭ぶっちゃってね、脳出血になっちゃった、おいでもあれ喋れない、口が、ほいでね、こう年中ね、車椅子、私が病院に着いた時車椅子に縛り付けてあった、うちの父親、ほいで私の言うことは分かる、こっくりする、じいちゃんうちに帰りたいって言ったら、こうにちゃんとこっくりする、でも自分では言葉出せない、脳出血、そう、でもうちで亡くなってね、うち帰りたかったんだよね、亡くなる時はね、声一つあげない、何も苦しまないで眠るように言っちゃったよ、ね、小柳ルミ子さん、病院で亡くりたい、亡くなりたくないよね、そうだよね、やっぱり自分のうちが一番だね、自分で分かったんじゃない、もう自分はもうこれだダメだからって、ね、自分のパジャマも脱いでベッドから飛び降りたんだって、頭ぶっちゃってさ、ほいでうちでね眠るように言っちゃった、ほいで私にね、あんまり負担かけない、一回ねおむつ取り替えてやっただけ、うちに帰りたいって、先生がね、帰って、じゃあ連れて帰ってもいいですよって、その時妹がね、先生連れて帰って、なんかもしものことないですよねって先生に確かめたのよ、うちの妹が、おいしたらね、先生がね、いや、そういうことはないですよって、今後どうしていくか、そういう方向考えた方がいいですねって先生が言って連れてきたのよ、そうしたら亡くなっちゃったじゃね、先生もたまげてさ、ね、で原因は脳出血だったね、そうね、そんなことあるね、ありがとう、ありがとう、ルミ子さん、ありがとう、トトラちゃん、うんちの下着履いたつけましたか、まだそこまでいかないんだよな、トトラちゃん、履いたつけとけばねいいよね、そう、ありがとう、昨日おさったんだけどさ、今日はさ、そっちやるとさ、電子レンジがきれいにならない、電子レンジだけはきれいにしたよ、トトラちゃんね、うんこのやつで電子レンジやる嫌だから、電子レンジもね汚れててね、それきれいにした、一つお仕事したよ、なんで昨日のうちに洗わないの、だって昨日洗えないでしょ、これずっとやってたんだから、私だってそこまでできないよね、もうさ、ワイドハイターでいいよ、そうだ、それつけとくんだ、おしんさん、ヨタ野郎はって、うちにいるよ、いる、ダーリン、薬を買ってきて、配信の時間短くして家のことをしたらって、そうだけどさ、私の引かれちゃうからね、100な何数以上引かれたら長時間やらなきゃ無理でしょね、さっき金ちゃん料理配信しないんって、慎吾がね危なくなったらつけるみたい、例えばあれだよね、
11日から次のナイスになるじゃん。そういう時にあの透けるって言ってたよ。それで私がデイサービス行くじゃん。そういう時もね、時間短くなっちゃう。そういう言ってた。トットラちゃん、うんち、だんだん臭くなるよ。そう、なんか乾いてきたからさ、あまり匂わなくなってきたけど、ああ、どういうんだろう。でも洗面所臭いよね。ワイドハイターにつけとく。いくらかゆすいでからのがいいんじゃない。ちょっとさ、こうで水流してさ、洗面所って嫌だよね。でもあの、と、あのなんつうの、あそこならいいよ。お風呂場なら、お風呂はいいけど、洗面所って変わらずとこ嫌だよね。クリマンジュさ、あまり放置したら取れなくなるよ。あ、そういうのもあるんだね。乾いてね、それはある。じゃあつけておいて時間を待てばいいの。時間をね、ペーションさん、もう捨ててください。捨てるのが一番だよね、確かに。ね、ひとみんちゃん、ナイスって、いつもありがとう。ありがとう。暑いね、ひとみんちゃん。ありがとうね、気をつけて。ね、水分補給してくださいね。小柳ルミ子さん、優先順位が違うわなって。そうなん、つけとけばいいんだ。だって私考えたらさ、電子レンジの方さ、きれいに、うわんこーやったーってね、電子レンジはいやできないよ。食べるとこだもん。乾燥してるって。そうなん、それわかる。ベーションさん、もう捨てなさいって。捨てるんが一番だね、確かにね。そうだよ、わかるよ、ね、ベーションさん、ただでさえ今村八分状態。あら、ベーションさんってさ、アンチだね。アンチ、この人。スルーするわ。やるキューピーちゃん、二人でゲリピーは勘弁だってね。そうだね。トットラちゃん、うわんち、乾燥して空気中混ざって、その空気吸うことになりますよ。あー、考えればそうだよね。本当だよね、言う通りだよ。わかる。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。なんかね、私もね、いろいろ考えてるからさ、自分の体だけで大事なのにね、いろいろ考えちゃうよ、いろんなことをね。もっとさ、自分の体だけ考えていきたいよ。そうでしょ。本当だよ。もうさ、くべー、ありがとう。お昼とね、朝が一緒だからね。お昼と朝一緒ね。なんか暑くなってきたな。なんか暑いよ。本当暑くなってきたね。まさに、老体介護だねって。そうだね。ペーションさん、相原さん、幸せですねって。そうだよね、幸せだと思うよね。何もしなくていいんだから。私も何もしたくないよね。ね、なんか暑くなってきた。なんか薬飲んでないから、まだ神経のね、イライラとかさ、そういうの飲んでない、まだ。早くね、これ食べて薬飲んだ方がいいやね。ね、ありがとう。なんか、ありがとう、小柳ルミ子さん。
主食のアメリカンドッグってね、お昼と朝一緒ね、これとパン一つ、あと牛乳2杯ね、これでお昼と朝ね、そうね、ゆうちょうさん毎日つらいね、つらいよ、つらいよ、見てるのが自分だけでもつらいのにね、おなみちゃん、みなさん、そう言いますね、そうだよ、自分だけでもつらいよ、私こんな体だから、自分でさ、さっさ歩けないじゃんね、今日もさ、書き留め来たんよ、書き留め、ほんで便所入ってたんよ、おいしたらね、他に回んなくちゃだから不在伝票入れときますって言われた、ね、トイレ出てはーいって言ったらもういないよ、不在伝票入れときますって書き留め来た、ね、ほなみちゃん、郵便さん、郵便屋さん、余裕ない、泣く涙、そう余裕ないみたい、他行かなくちゃだから不在伝票入れときますって言った、ね、書き留めだって、再配達の電話してごらん、あ、それさ無理みたい、今日窓口ないから郵便局休みなのよ、もうさ、だからさ、その不在伝票を持って慎吾に月曜日取り入ってもらう、それしかないよ、もうさ、そうだね、悲しいね、それでさ、前はそういうことはさ、おじいがやってくれたんだけど、本人が動けないしね、人が来ればピンポンになれば立って出てくれたけど、それもできない、それで私トイレにいたからすぐ出るんだけど待ってなかった、不在伝票入れときますねっつって、他を回んなくちゃだからって言われた、ずいぶん冷たいなと思った、ね、大変ね、生きてくって大変よ、いろいろ神経使うわよね、そうだね。